どうもメシャです。皆さんは島田紳助といえばどの番組を想像しますか？行列のできる法律相談所とか何でも鑑定団とかいろいろありますが、今回はクイズヘキサゴンについてです。クイズヘキサゴンは2002年から2011年まで放送されたフジテレビの高視聴率番組で、出演者はヘキサゴンファミリーと呼ばれ、紳助さんは出演者を自分の子供たちだと言っており、出演者からは父ちゃんと呼ばれ慕われていました。確かにヘキサゴンに出演していた方たちは本当に仲が良さそうでしたよね。しかしそんなヘキサゴンは司会の島田紳助さんをはじめとする悪い噂が多く、かなり深い闇があるんです。それでは見ていきましょう。番組では紳助さんのプロデュースによる音楽ユニットが何組も生まれていますが、その中でも番組を黒歴史にしているのが3人組ユニット羞恥心のメンバー上地雄介さんなんですよね。羞恥心は紅白歌合戦に出場するほど人気だったのに、一体何があったんでしょうか？2021年に放送されたオールスター高野祭という番組内で、羞恥心のメンバーで公式プロフィールにヘキサゴンが入っていないのは誰という問題が出題され、多くの回答者は番組を途中降板した野久保さんだと回答。ところが正解は上地雄介さんだったんです。紳助さんのことを父ちゃんと呼んで慕っていたのにと驚いた様子を見せたのは藤原のフジモンさん。フジモンさんもヘキサゴンファミリーの一人ですから、こんなリアクションになるのは当然ですよね。しかし雄介さんは2022年には羞恥心と同じ番組初のユニットパボの同窓会に参加したり、 Amazon プライムで配信されているドキュメンタルに出演した際には自ら羞恥心の画像を用意していじっていることなどから、一時は黒歴史化していたものの、現在は自虐ネタにして消化しているのかもしれませんね。まあそれは一旦置いといて、実はゆうすけさんのヘキサゴン黒歴史化にツッコミを入れていたフジモンさんの方が番組出演を黒歴史化しているんです。なあそれ。フジモンさんは2014年のクイズ正解は1年後でヘキサゴンファミリーちゃうよ、めっちゃ嫌やったもんなどと発言。おい、近年でも当時のことをいじられることが多く、ヘキサゴンで知名度が上がったことは認めつつ、紳助さんの圧力もあり、おバカタレントを引き立てる立場にならざるを得なかったことから、ボケても全然ウケへんねんとこぼしていました。ネット上では、ヘキサゴンマジで害しかなかったな、当時のヘキサゴンは司会者中堅芸人を含めいじめとも取れる不適切な発言があったのをよく覚えているといった意見が多く、フジモンさんだけではなく世間も同じように感じていたということですよね。まあフジモンさんは9割くらいはウケるから言っているだけだと思いますけど、まあ、本音であることは間違いなさそうです。ヘキサゴンファミリー中心メンバーの一人だった木下ゆきなさんは2022年に公開されたある YouTube チャンネルで、当時のおバカ回答はわざと間違えていたと暴露。営業妨害になりたくないからあれなんだけどと前置きし、答えが分かっているのに外したことあるよ、だって求められるしバランスで、それをやりすぎるとわざとっぽくなるから急に当てたりとかと発言。さらにここは絶対正解を答えた方が盛り上がるというポイントがあるといい、そのためにはある程度の知識がないとバランスが取れないようで密かに勉強していたそうです。作詞ですね。当時の自分について、エンターテイナーだなって思う、今思うとちゃんとやれてたなって思うと振り返ったんですが、エンターテイナーだと思うならわざわざ言わんでよかったやんって思っちゃいますね。貫いてほしかったな。白いハチマキと漁師姿が印象的な高田新さん、現在は芸能界を引退し福井県で僧侶として活躍されているそうです。本業は演歌歌手ということを忘れてしまいそうなほどおバカタレントのイメージが強く残っていますが、高田さんを引退に追い込んだのがまさにこのヘキサゴンだったと言われているんです。テレビでは明るく振る舞っていたけど、僕の心の中はボロボロだったと語り、精神科に通っていたそうなんですね。一体何が高田さんをそんな状態に追い込んだのでしょうか。ヘキサゴンで珍回答を連発しお茶の間の人気者になる中、答えが分かっていても空気を読んで間違えないといけない、センスが求められるからいつもハラハラしていたと当時の苦悩を語り、もう番組に呼ばれたくないとやけくそになってみても、それが逆に受けてしまったりして、いつもおバカな回答を考えながら営業先などに向かっていたそうです。そしてこの営業先でも本業の歌手としての時間よりもクイズやモノマネといったバラエティーコーナーに多く時間が割かれるようになり、自
分は何がしたかったんだろうかと思いつつも、みんなが求めるバラエティの鉢巻きの人を演じ明るく振る舞っていたそうなんです。ところがある日、演歌歌手の特徴的なテクニックである拳を回せなくなってしまい、それだけではなく今度は声がかすれて思うように歌えなくなってしまったんです。しかし検査をしても喉に異常は見当たらず、心療内科で告げられたのはストレスによる発声障害でした。思うように歌えなくなってしまったのは歌手にとって一番辛いことですよね。これが引退の一因になったと考えられていますが、ある時期からヘキサゴンメンバーからも外れているんです。これはあくまで噂ですが、しんすけさんを激怒させてしまったことがあり、それを事務所が味方してくれなかったことで事務所との間に亀裂が生まれ、引退を後押ししたのではないかと言われています。そして最後、ヘキサゴンにまつわる噂で最も深い闇だとされているのが枕営業なんですが、ヘキサゴンに限らず島田紳助さんといえば枕営業の噂が絶えないイメージがありますよね。この噂について波紋を広げたのがマリエさんのインスタ生配信での暴露でした。2021年、自身のインスタで生配信を行ったマリエさんはヘキサゴンに出演していた当時18歳の出来事を告発。その告発内容は、しんすけさんをはじめ芸能人が集うパーティーに参加した時にしんすけさんに挨拶をしなかったという理由で呼び出され、グラビアアイドルや芸人が大勢いる中でしんすけさんから愛のない快楽だけの行為をしよう、気持ちよさの極限を味わわさせてやるなどと提案され、隣にいた出川哲朗さんやお笑いコンビやるせなすからもマリエちゃんやりなよとしつこく説得されたというもの。この提案を速攻断ったマリエさんは事務所から、しんすけさんの誘いを断ったら仕事がなくなると言われますが、それも拒否。でも結局はしんすけさんのところに謝罪に行かされたとか。エグス。もちろんマリエさんが本当のことを言ってるかどうかは分かりません。マリアさんはその後番組を降板させられ、一時的に干された状態になってしまいます。配信ではしんすけさんへの憤りはもちろん、その場にいた出川さんに対してもテレビに出ているのも大嫌いだし、 CM に出ているのもマジで許せないと怒りをあらわにしていました。しかし出川さんややるせなすの所属事務所からは、そういった事実は確認できないと否定する声明が出され、出川さんに至っては本人が番組で事実無根だと発言。この件についてある週刊誌が木下ゆきなさんに取材しています。また木下ゆうか。マリエさんが暴露したことで殺されるかもと怯えていることを伝えると、木下さんはしんすけさんの暴露話を完全否定するのかなと思いきや、マリエさんに対して命は大切にしてほしいと答えたんです。木下さんとマリエさんは番組で共演時期が被ったことはないようですが、こうしてマリエさんを心配する言葉を発したことで、ネット上ではこれ以上言うと消される的な意味、これって事実を公表したら命狙われるよ、気をつけなよってことといった声が上がり、枕営業の事実を暗に認めているのではとざわついたんです。またそんな木下さん自身にも枕営業疑惑があり、これむちゃくちゃですけど、木下さんのお子さんはしんすけさんの子供なんじゃないのとも言われています。似てるけど、そもそもフジモンとしんすけさんの顔がちょっと似てるんで何とも言えないですよね。じゃあ他の女メンバーについてはどうなのって思いましたよね。これにはどうやら事務所のパワーバランスも大いに関係しているそうで、木下さんと同じユニットパボのメンバーである里田舞さんとスザンヌさんは、事前に事務所側からしんすけさんが気に入った女性タレントに声をかけ枕営業に誘うということを聞かされており、その対応策として先にしんすけさんに恋の相談をして男がいることを匂わせ、誘いにくい状態を作っていたらしいんです。テレビで見るおバカキャラとは違って、こうした対策は賢くやっていたわけなんですよね。すごい。マリエさんが降板させられてしまった一方で、里田さんやスザンヌさんが干されなかったのは、こういった対策や事務所の力によるものが大きかったのかもしれませんね。さあ、社会現象とも言うべきおバカブームを作ったクイズヘキサゴンの闇、いかがだったでしょうか。枕営業は結局のところ真相は葬られたままですが、ヘキサゴンの闇というよりは芸能界の闇のような気がしています。皆さんはどう思いますか。コメントで書いてください。あとグッドマークと X のフォローもお願いします。ではまた。